こんにちは、育休後コンサルタントの山口理恵です。今日は時短勤務からいつフルタイムに戻せばいいのかというご質問に対してお答えしようと思います。まず時短勤務、育児短時間勤務ですよね。これはそもそも何のために作られた制度かというと、育休とも同じなんですけれども、子供を出産した人が仕事を辞めずに続けてもらうために作った制度です。で、実際育休制度が91年に法律ができて、92年から施行されて、でさらにですね、時短勤務が2010年から法律で会社で時短勤務を作んなきゃいけなくなって、それ以降ですね、仕事を辞めない人が増えたんですね。ということで、時短勤務は確かに仕事を辞めないということに対して非常に大きな効果があったと言われています。で、そもそもですね、仕事を辞めないでもらうために作った制度っていうことは、仕事をしてもらうための制度ということですよね。だから時短勤務はですね、育休制度もそうなんだけど、子供が生まれた人に対して、あ、大変ですね、休んでもいいですよ、働く時間を短くしましょうというような意味合いではなくて、どうしてもその仕事を続けるのが大変な人に、時短勤務がマイナス2時間の時短勤務があったら辞めないでいただけますかっていう制度なんですね。だから使わなくて済む人はそもそも使わないでいいわけです。で、例えばね、通勤時間がすごい遠いとか、そこに行かないと仕事ができない、だけど時間がどうしてもフルの時間だと間に合わないとかですね、ワンオペになりがちだとか、そういったいろいろな事情があって、これは時短を使わないと復帰できないっていう人はね、いいです、それは。で、その時短を使わなくても働けるようになるタイミングが、多分シビアな条件があるのでしょうから、それがうまく整ったタイミングでフルに戻せばいいと思うんですね。だけど、もしですね、なんとなく時短を使ってるっていう人がいたら、それはですね、ちょっと考え直した方がいい。もしくは今育休中で、当然時短を取るものだと思っている、みんな時短を取っているから自分も取るものだと思っている人はですね、ちょっと考え直してほしいと思います。で、今からちょっとね、時短制度の利用のプラスマイナスについてお話をしたいと思います。まず時短のプラス面は、これはすごく明らかだと思うんですけれども、拘束時間が短いということですよね。会社にいる時間が短いということです。で、それはすごく大きなプラス面なので、それをそのために使うっていう方、それがないと続けられないっていう方はもちろん使ってください。だけど特にそういうことがないなっていう人はですね、ちょっとね、マイナス面の話も聞いてほしいです。まずね、一番大きなマイナス面は、例えば仮にマイナス2時間の時短を取るとするとですね、収入がマイナス2時間分減りますよね。で、その収入がね、この時間の時短マイナス1時間もしくはマイナス2時間もしくは会社によってもね、マイナス3時間がある会社もあると思うんですけど、いくらになるか、自分の給料が。これ必ず計算してくださいね、取る前に。で、私計算したんですよ。私25年前に出産したんですけれども、当時ですね、裁量労働制というのがあって、みなし労働時間30時間分が、給料に、プラスで支給されていて、その代わり、就業時間のチェックは、割とこう緩かったですね。例えば何時に来て何時に帰ったから今日はプラス何時間の残業ですということではなくて、裁量労働の範囲で時間は特に、細かく申告しないというような働き方をしていました。で、だから約30時間分の残業時間ついてて、で実際どのくらい働いたかっていうと、月 4,50 時間の時間外労働をやっていました。25年前で、しかも IT 系の職場だったので、結構それは珍しくなかったです。今はね、そういう働き方してる会社はあんまりないと思うんですけど。で、それでね、私復帰するときにですね、短時間勤務になったら給料がいくらになるのかなって計算したんですよ。で、まずその裁量労働から外れますね、短時間勤務になるから。だから裁量手当がなくなりますよね。で、そこにかつ、マイナス2時間分が入ってくるので、かなり減ったんですよ、ね、正確に覚えてないですけど、多分4割ぐらい減る感じだったんですね。で、私会社の近くに育休中に引っ越したんですよ。会社の仕事が続けやすくなると思って、通勤時間がなるべく短い方がいいと思って、それまでは電車とバスで50分の通勤時間だったんですけど、本当に会社の近く徒歩25分で、実際には車通勤が OK だったので、家から保育園行って会社行っても15分以内みたいな、そんな近くに引っ越したんですね。で、住宅ローンも抱えてました。で、
まず近くに引っ越したから時短を取る必要なかったんですね。保育時間が8時半から18時でも余裕だったんです。だから、まあ、時短を取らなくて済んだんですけれども、そもそもね。で、給料も計算したらものすごい減るし、これは時短を取るのをやめようと。でさらに、ちょっとずうずうしかったかなと思うんですけど、裁量労働で、みなし労働時間もつけた形で復帰しました。ちょっとね、ちょっとすごい勇気が いったなって、よくそんなことしたなと思ったんですけど、でもそれでやっぱり裁量労働のみなし労働時間の支給もあったので、やっぱりこう朝と晩はですね、定時に行って定時で帰る、定時時間しか会社にはいなかったんだけれども、やっぱり残った仕事を家でやったりとかするのはやっぱりその責任感もあるので、裁量労働でやらせてもらっている、やらせてもらっている、ありがたいな、だから成果を出そうみたいな感じで結構働いてました。で、何の話をしてたかっていうとですね、給料が減るっていう話ね。時短給料が減る、ちゃんと計算しましょうね。皆さんは住宅ローンを払っていたり、あとなんかいろいろその家賃を払っていたりすると思うんですけど、そこにその時短のマイナスの給料が減るっていうことに対して耐えられるかどうかですよね。で、もう一つはね、その実際の出費の問題もあるんだけれども、気持ちの問題です。で、時短で給料減りますよね。こんなに減るのっていう、そのショックって結構大きくて、で実際時短の人ってほとんどその時間あたりの生産性を上げて、なんとか周りに迷惑をかけないようにしようということで、ものすごい集中して働くわけですよ。だからもしかすると自分は集中して働いて、割とそのフルの時とあまり違わないパフォーマンスを出している、ところが職場にいるあの人は遅くまで働いて、割と昼間だらだら働いて、しかも夜遅くまで働いて、残業時間も残業代ももらってるのに、私よりパフォーマンスが少ない、もしくは私と同じぐらいだっていうことになった時に、ものすごいモヤモヤしますね。こんなに私給料少なくてこんなに働いてるのにっていうところの疑問が出てきます。これ非常にモチベーション下がりますよね。だからお金の問題っていうのは、いやお金の問題じゃないとかよく言いますけど、お金の問題は直視した方がいいと思います。この給料でこの負荷で私は満足できるのかっていうことをね、ちょっと意識してみてください。それからあとはですね、夫婦の間のバランスね。で今日はですね、時短を取る人が女性の側だとちょっと仮定します。男性ももちろん取れるんですけど、実際問題いろんな企業でセミナーをやっていて、その男性で時短を取ってる人っていうのはものすごく少ないです。男性で育休を取ってる人よりも少ないです、男性で時短を取ってる人は。だから、一応今日のところはですね、時短を取ってる人が女性だというふうに仮定してお話をするんですけど、そうするとですね、夫婦間の育児家事の分担が女性に偏りがちになるんですね。どういうことかっていうと、そのもしね、皆さんがご夫婦でよく話し合って、いや私は本当は時短を取りたくないのよ、いやでも僕もちょっとさ、あなたが時短を取ってくれないと難しいんだよねみたいな話し合いをギリ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 やって、最終的に分かった、じゃあ私が時短を取らざるを得ないねって言って取った夫婦はいいです。だけどそうじゃなくて、みんな取ってるから私が時短を取ればいいんでしょみたいな風な夫婦がもしいたとするとですね、そのパートナーね、パートナーは、あこの人は、うちの妻は僕に別に相談もなく時短を取ったっていうことは、もともとすごい働いてた人だけど、やっぱり子供ができたから育児家事に軸足を移そうとしてんのかな、そういうことだよねって思っちゃうかもしれないね、パートナーは。そうだとすると、いや私は譲ったあなたの仕事のことを考えて、私が時短を取った方がいいと思って取ってると思ってるかもしれないですよね。でもそこに会話がなかったりすると、そこの気持ちがすれ違います。私が時短を取ったからって言って、別に育児家事を一手にやりたいから取ったんじゃないのに、で夫の方は夫の方で、ああ妻は時短を取って給料が減ってるから、僕は今までと同じように、もしくは今まで以上に残業代を稼いで働かなきゃいけないなと思っちゃってるかもしれないよね。それでお互いこういいのかなっていうところですよね。でそこはしっかり話し合うっていうことで、話し合わないと時短を取ってるイコール育児家事を多めにやっても良いという意思表示に取られかねないということです。そこに、それは時短制度そのもののデメリットではないんだけれども、そのもともとある男女 の性別役割分業の昔からの考え方と結びつきやすいんですね。
結びつきやすい。そうすると時短取ってる人イコール育児家事を多めにやる、でも本人は本当はやりたくないみたいな、そういう状況になって、うまく夫婦の間がギスギスしちゃうということになります。あとはですね、そのキャリアをね諦めたと思われちゃう。さっきの話と似てますけれども、もともと子供が生まれる前は夫婦どちらもすごく仕事頑張ってて、妻の方もねキャリアにすごく興味があって頑張ってきたと。だけどその時短を取ったっていうことで夫の方は妻のキャリア意識が変わったと誤解してしまうかもしれません。だけど妻の方は別にそういうつもりはないですよね。でそうなった時にですね、やっぱりそこの話し合いもですね、私は仕事をこれからどうしていきたいというのがちゃんと話し合いができてる方がいいですよね。だからそこがね、キャリア意識と時短を取るっていうことのその整合性がうまく取れてないと、お互い考え方がうまくいかなくなります。でフルに戻そうとした時に、えフルに戻すの、いや今さら僕働き方変えられないよみたいな、そういうことになりかねないので、そういった危険性もありますよね。それからあと職場でですね、やっぱり時短勤務している人は申し訳ないなと思いながら働いている人が多いです。で時短勤務は制度で認められているので別に申し訳なく思う必要は全くないんですけれども、実際問題職場で自分だけが先に帰るっていうことに対してどうしても後ろめたさが払拭できないということになります。でそのいつもその申し訳ないっていう気持ちを抱えているってことは、それだけでなんていうかな、プレッシャーがこう常にボディーブローのように効いてくるというか、そういうことになりかねません。で今言ったようにね、時短はメリットとデメリットがあって、さっきも言いました、メリットは時間が、拘束時間が短くなる。でデメリットはいろいろその育児家事が多めに自分の担当になってしまったり、夫婦の間でキャリア感とか育児家事分担の考え方がうまく話し合いがしている人はいいけど、してない人は一回時短にしちゃうとですね、時短を取ると決めることでそういう喧嘩になるかもしれない面倒くさい分担の話し合いを避けてしまっていることになるんですね。ですからそういったその大事な問題を避けるっていうことに時短取得は結びつきやすいので、そこ気をつけましょうっていうことです。じゃあどうすればいいのかっていうとですね、まずその時短そもそも取るべきか、取らなくてもやっていけるのかっていうことを、その今育休中の人は復帰までによく夫婦で話し合ってください。そして、少し前と違って在宅勤務が普通の働き方になってきた時に通勤時間がなくなりますよね。だとすると通勤時間がないっていうことは、家から保育園に行くだけだとすればですね、フルの時間働けるかもしれないわけです。ですからフルの時間働くことができるかどうかをよく夫婦でギリギリと例えば保育園の送り迎えをね分担するだとか、分担しなくても在宅が多いのであれば、通常勤務でもできそうですよね。例えば通常勤務でやっても1週間のうちでちょっとだけ足りないということがあったら、例えば1週間のうち1回は送りか迎えを代わってもらって、その分長く働けるようにするだとか、そういったように夫婦でうまく調整することで、どっちも時短じゃなく通常勤務で、しかもどっちも時間外はあまりないという形ですね。そういう形で働ければいいわけですよね。でそんな風に時短を取らなくても いけるかどうかっていうところ、もしくはマイナス2だと思ってたけどマイナス1でいけるとか、で復帰当初はマイナス2だけど徐々に戻していって、なるべく早いうちにマイナス1にして0にするだとか、そういったようにですね、その時短からフルに戻す計画をもう取り始める時点で作っておくということですね。さっきいつ戻せばいいですかっていう質問に対して答えているわけですけど、そもそも取らなくてもいい人は取らなくてもいけるんじゃないかということを考えてほしいです。それとですね、在宅勤務を上手に取り入れることで、そもそも時短を使わなくていいということにもなりますので、その辺をちゃんと夫婦で考えてみてください。お金がマイナスになるっていうことがありましたけど、もし仮に通常勤務に戻した時に月何万円か戻ってきますよね、マイナスされてた分が。
でその分を例えば保育園の延長保育代に使ってみるだとか、それから便利な家電製品を買うことで家事の時間を短くするだとか、それから定期的に家事代行とかシッターさんを雇うことで家事育児の負担を減らすということに使えるかもしれない。フルに戻した時のその戻ってきた給料でね、というふうにちょっと考え方を変えてみてほしいです。で、そういうことをいろいろ考えた末に、じゃあこのタイミングでフルに戻そうとかね、夫婦でよく相談してやってみてください。例えば小規模保育に入ってるんだけど、小規模保育は保育時間が短いけれども、それが、普通の認可保育園になるタイミングで戻せるかもしれないですよね。でそういう人はそのタイミングでもいいですし、あとはですね、その予定は立てたんだけど、例えばこの子が3歳もしくは6歳でフルに戻そうと思っていたんだけれども、次の子供が生まれそうだということで、じゃあもともと計画してたけどフルに戻すのは次の子供が生まれるまでは時短のままでいこうっていうのも全然ありです。だから最初にフルに戻す計画は立てるんだけど、その計画が途中で変わるのは全然いいので、立て直せばいいだけですね。いつ戻すのかっていうことを自分で主体的に考えないでずるずるいっちゃうと、会社の制度ギリギリまで判断を先延ばしにして、あと半年で会社の時短制度使えなくなっちゃうよ、どうしようみたいな、そんなことになっちゃいます。例えば会社の時短制度が小学校に入るまでだったら、そこの直前になってどうしようっていうことを考えることになりますね。よく聞くと思うんですけど、保育園より小学校入ってからの方が、時短が必要だっていうこともありますですね。時短が必要っていうか、その学校が早く終わっちゃうとか、学童が早く終わっちゃうから、実は保育園時代の方が長く働けたということもあるわけです。ですから保育園時代に1回フルに戻しておいて、で小学校に入った時にですね、例えばその時短が小学校1年まで使えるという職場もあるので、そういった場合には1回フルに戻しておいて、もう1回小学校に入ってから時短にするだとかですね、それをまあ会社の制度によっていろいろですけれども、そういったこともね、考えながら計画しながらですね、時短をフルに戻す時期を考えてみてほしいと思います。で評価ですね、評価、評価的にはですね、残念ながらこれはあるべき姿ではないんですけれども、時短の人は時短であるというだけでそのマイナス2時間なり1時間なり機械的にカットされますよね。でそこにプラスアルファで評価が低くなりがちという大きな問題があります。これは働いている人の問題ではなく、会社が上司の問題なんですけれども、二重の減額問題といって、時短の人は評価が低くなりがちという、そういった問題が今職場にあるんですね。で、それは皆さんのせいではないとは言ってるんですけれども、実際問題そういう職場が多いので、その犠牲になるのは皆さんです。ですからそこをすぐ職場を理想の姿に変えるのが難しいのであれば、自分で避けられるリスクは避けるっていうのも作戦ですよね。だから何度も言ってますけれども、状況的に時短を取らざるを得ない人は取っていいです。それは全然問題ないです。間違ってることでも何でもないです。だけど別に取らなくてもいい人がなんとなく取るっていうのだけはリスクが大きいからやめてほしいです。本当に取らなければいけないのか、それを考えるときに自分のことだけで考えない、夫婦で考えてください。夫婦トータルの収入であり、夫婦トータルの今後のキャリアですよね。ですから夫婦でよく相談し合って、私がフルで働いた方があなたもいいはずだよねっていうことで、夫婦で 最善のですねやり方を見つけて、それを計画的に進めていっていただければと思います。で最初も言いましたけれども、時短のマイナス面ですね、育児家事が偏りがちだとか給料が減るだとか、そういったものをですねと、それからプラス面、時間が自由になる、このプラスとマイナスを天秤にかけながら、自分たち夫婦はどのタイミングでフルに戻すのがベストなのかということをよく考えて決めていただければと思います。はい、今日はですね、時短をいつフルに戻せばいいかということについてお話ししました。またお会いしましょう。